シュレディンガーの猫。それは量子力学の概念を説明するための思考実験である。猫が毒ガス入りの箱に入れられ、毒ガス発生装置がランダムの確率で毒ガスを出すという状況を考える。量子力学の原則によれば、観測されるまで物体は生と死の可能性が重なり合っている状態にある。したがって猫は生きているのか、それとも死んでいるのか、その境界線上で揺れる存在が観測者の目に映るまで、その運命は揺るがないというものだ。不確かな現実の中で、シュレディンガーの猫の謎が我々の想像をかきたてる。君とならシャウィラディラブ、夢を見るシャウィラディライ、先とも見えない闇の中、シャニルにリズムで踊るのだ。君だけがシャニじゃない、狂った世界を照らすの裸足でやらない雨の中、シャブ猫リズムで踊るのだ。君だけがシャニじゃない、人が尋ねあどりそっと。A 長先生、この本は自叙伝だと後書きに書かれていましたが、こんな前うつばな話、本当に経験されたんですか？どうだろうね。ロマンチストはこれを信じるだろうし、リアリストは疑って僕に質問攻めをするだろうね。あなたのようにね。これがフィクションかノンフィクションかはあまり重要なことではないよ。僕がこの本を読んだみんなに伝えたいのはそこではないからね。恋も人生も決して自分の思い描く通りにはいかない。期待した分だけ成功の喜びは大きいし、期待した分だけ挫折の絶望は大きい。その成功と挫折の繰り返しで人は成長する。でもその奇跡の中に、もしかしたら自分が見逃しているだけで奇跡も転がっていると思うんだ。思い通りにはいかなくても選択するのは自分だ。初めから最後まで一本道だなんて決まってないんだ。途中で電車を乗り換えたって、別の方法を使って来た道をやり直したっていい。そこに新しい出会いやチャンスがあるのは必然なんだからね。では本日のプロモーションは以上とさせていただきます。ありがとうございました。HO 先生の次回作にもご期待ください。お菓子や飲み物もご用意していますので、皆さんご自由にお召し上がりください。これもらっていくね。ええ、どうぞ。たまず。いや、二人とも来てくれてたんだね。当たり前ですわ。私たちはあなたの本のおかげで付き合えたんだし、もうすっかりあなたの大ファンなのよ。ひざまずきなさい。言ってることむちゃくちゃすぎない？なあ、結局この人とは再会できたのか。そう聞くということは、君はロマンチストなんだね。うひょ。おい、もったいぶってないで教えろよ。あのコートだ。あ、ごめん、ちょっと用事思い出したからもう行くね。あ、おい、まさか君もプロモーションに来てくれてたなんて思わなかったよ。僕はタモツって言うんだ。あの、チョコレート食べる？人生で人と出会える時間はたくさんあるけど、でもその中で大切な人と出会える時間ってほんの一瞬しか起こらないって、失って初めて気づくんだよね、その時間の大事さに。僕の大切な人が言ってたんだ。人生はチョコレートの箱みたいなものだって。蓋を開けてみないとわからないってこと。少し僕の昔話をしてもいいかな。本よりももっとリアルで、もっとロマンチックなんだ。今度店長がこの店でワークショップをやろうって言ってるんですけど、何をやったらいいですかね、タモツさん。タモツさん、聞いてますか？パティシエになりたいな。